皆さん、こんにちは、こんばんは、おともとです。いかがお過ごしですか？私は元気です、もう暑い日が続きますね。はい。今日はですね、何かと申しますと、最近ね、ザラとか、そして初めて買うところでね、買い物してみたりとか、いろいろね、ちょっとね、セール品を買っておりますので、皆さんにそれをね、着用した状態で、紹介してみたいななんて思っております。まあ、ある意味ね、ちょっとねテーマというテーマがないんですけれども、最近買ったもので、夏のコーディネート、まあ大人でも大丈夫かな、大丈夫かなっていうね、まあそういう感じでね着てみましたので、ちょっとね失敗なものもあるんですけれども、まあそれも含めて皆さんにねシェアしていきたいと思いますので、もしよかったら、コーディネート最後までご覧ください。私のチャンネルではファッション、特にプチプラファッションについて、コーディネートを中心に行っています。もし気に入っていただけましたら、まあ、高評価ボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またおトマトさんっていう、アカウントでインスタグラムやっておりますので、そちらもぜひ、フォローしていただければと思います。まあ、セール情報とか買い物したものとか、YouTube 以外のコーディネートかも載せてますので、ぜひぜひフォローしてください。それでは今日のですね、購入品コーディネート行ってみましょう。どうぞ。はい、まずはですね、最近の購入品としてザラですね。ホルターネッククロップトップス M サイズ着用、フィットスカートザラ M サイズを着用しています。私ね、ちょっとボディサイズ少しだけ痩せたんですね。ウエストが68、ヒップが90ということでね、まあ、太もも相変わらず全然痩せておりません。はい、54センチ、まあ、これでね参考になさっていただければと思います。あとクロスボディバッグはね、シーインでね700円で買ったやつですね。これどちらもですね1000円以下になっててね、まあ、在庫があるかどうかっていう感じなんですけれども、かなりお安い上下ですよね。でも、ね、見ていただいて分かるようにスカートね、スリットがなくてね、かなり伸縮性があるタイプなんですけれども、 M サイズでピタッとねまとわりつくぐらいのねフィット感なんですね。そしてね、エアリズムのシームレスショーツでなんとかね下着の線は見えてませんけれども、まあとにかくヒップの形、太ももの形など全て綺麗に拾ってくれます。ピチピチでございます。はい、そして下腹の形もねくっきりですから、まあ、補正系のね下着を履くといいかもしれませんけれども、私の場合はねヒップの形が四角くて垂れているっていうのがねくっきりわかりますから、もうエクササイズが必要なコーデです。そしてね、そういうことですから、まあ、ちょっとね隠そうじゃないかということで、カジュアルボタン無地パンツ、シーンの S サイズを着用しています。これはですねかなりお安い感じで、ね、1800円ぐらいだったと思いますけれども、バッグはですねザラ、そっくりなのがリエディさんですかね、でありますので、まあ、楽天ルームには載せてありますので、もし買いそびれた人はどうぞ。それからヒールは履いています、雑貨ボックスさん。でこのシーンのはですねかなり長くてですね、私はですねちょっと裾上げをしてるんですね。何センチ下かちょっと忘れましたけれどもね、裾上げをしています。でね、ワイドパンツでたっぷりした感じでかっこいいんですね。でもそれでもねちょっとお腹少し見えたりします。まあ見えないためにはねもっとハイウエスト、ちょっと痩せて下にずれちゃってるのでね、お腹が見えています。ネックレスはバンテーンさん、神戸バンテーンさんのね、1000円しない感じのやつをやっています。でね、まあこれね下がゆったり、上がタイトっていうね、こういうコーディネートです。続きましてフレンチスリーブボーダー柄 T シャツっていうことでね、ボーダーを着ています。ジーンズはですねスラウチテーパードっていうか、スラウチの、ユニクロですね、以前買ったものです。27インチを着用しています。それからねサンダルはね、サンダルの動画でも、紹介したものですね。ピアスは先ほどと同じアノーさんをしています。まあ、緑のバッグがね雑貨ボックスさん、とてもアクセントになっていますね。今流行のねグリーンをアクセントにしたねカジュアルスタイルです。でねこれね、メイブルーさんっていうねブランドなんですけど、2300円、初めて買ったブランドなんですね。インスタグラムの CM でね、それでそのまま買いに行っちゃいました。肩バットが入っていますね。
で、まあ、ウエストやヒップがね、ちょっとね、大きいので、それに合わせるとウエストが大きいっていうことにはね、私よくあるんですけども、少し痩せたってこともあってね、ウエスト。またね、小さくする裏技、縫わなくてもいいよっていうのをね、教えます。ウエストはね、ボタンのね、すぐ近くのベルト通しにボタンを止めて、その後普通にね、ボタンを止めて、チャックを上げますね。そうするとね、あのウエストがキュッてね、斜めになってね、細くなるんですね。少しアシメトリーデザインのようになってね、ウエストが余ってるっていうことがね、なくなるんですよね。まあちょっと見た目がね、少しおかしいな、変だなという場合はね、ちょっと隠せばいいわけですけども、今日はね、ウエストインして見せています。まあパンツによってはね、ちょっとおかしいのもありますから気をつけてください。まあ脱がなくてもね、ウエストだけがキュッと小さくなるのでね、ジャストウエストとかハイウエストで着るとね、足長効果が高くなりますので、ちょっとね、やっぱりウエストインできる余裕があるときには、ジャストウエスト、ハイウエストで着たいですよね。続きましてはですね、これも可愛い前後 2way デザインブラウス K グロースさん、前にもねちょっとね動画に、しましたけど、この新しい、私にとっては新しいブランド M サイズ着用しています、クリスレッグパンツ H&M、 これ長くねありますね、私は昨年買ったんですけど、あの最近もね見たらありましたのでね、まあ、見てみてください。サンダルは大好きな、足首にストラップがあるね、サンゴノーフォールさんですね、そしてこのねブラウス3950円、かわいいんですよ。シフォン素材のデコ襟がついてるんですね。まあちょっとね、ボタンを前にして私は着ていますけど、ボタンを後ろにして着るとね、よりかわいい感じで、暑いのでね、ウエスト近くまでボタンを外してね、着ているとね、こう風が通ってね、いいんですよね。シフォン素材の襟がかわいいんです。こうやってね、お腹が見えるか見えないかぐらいまでボタンを開けてね、ポケットに手を入れたりなんかするとね、結構こなれた感じになりますよね。まあ、リング、全部ね、最近はシルバーがちょっとね、多めになってますけれどもね、このブランドご覧ください。まあね、ちょっとこうやってね、オーバーブラウスにするとやっぱり夏は涼しいですよね。風が入りますからね、ビヨーンって感じでね、前後、あの反対に着ても大丈夫なブラウスです。続きましてはね、あの同じパンツ、同じブラウスでウエストにインをしてみましたね。まあ、そしてね、足元がちょっと足首が見えるパンツなので、今度はね、ちょっとね、こういうローファーを履いてみました。雰囲気としてね、ちょっとあのね、少しあのお仕事スタイルみたいな感じでね、あのウエストインしてみました。まあ、そうするとね、やっぱり仕事にね、着ていけるような雰囲気になりますよね。そしてですね、こちらのベルトなんですけどもね、ポニーレザーベルトっていうことでね、かなり細身の、あのリアルレザーのねベルトなんです。ちょっとアニマル起毛みたいなね、そういうなあのデザインなんですよね。細いので暑くなくて嬉しいですね。でこちらね、やっぱりね、ワンピースなんかにもね、あのアクセントとしてあの使ってもいいと思います。細くてもね、十分アクセントになりますね、アニマル柄ですからね。まあこういうふうにね、ちょっとクリーンなイメージになりますね。まあ出すと涼しいし、カジュアルな感じ、入れるとね、お仕事にも対応できるかなっていう感じです。はい、いかがでしたかね。まあちょっとね、ザラの、ピンク色のね、あのスカートはね、ちょっとね、あのピチピチですピチピチですね。でもね、なんかね、こう あれでね、ちょっとこう自分のね、下半身改めて思いましたし、まあ、そういう意味ではね、もうちょっとそれをあのちょっと目標にしてね、返品せずに、そのままあのご購入っていう形でね、はい、持っておこうかなと思っております。何でもモチベーションにしてね、でそれからね、ちょっと YouTube 始めてから、少しね、私痩せたんですね。ですから、いろんな方からね、痩せましたねっていうことがあります。ですから、まあ、私がね、ちょっとね、ちょっとお話ししたりしてみたいと思いますので、まあ、次回はね、そのことみんなと思っております。ぜひお楽しみに。はい、はい、それでは、今日の動画はおしまいです。その YouTube、そして Instagram、どうぞご登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画ですぐにお会いしましょう。
いたしましょうね。ではまたね、バイバイ。